西洋ヒイラギは、園芸用に栽培される餅の幾餅の貴族の常緑オーダカ木。別名、西洋ヒイラギ餅。ヨーロッパ西部、南部、アフリカ北西部、アジア南西部の原産。葉は、長さ5から12センチメートル、幅2から6センチメートルで、若い枝や下の枝では、葉の縁が数箇所鋭くとがあるが、古い枝や上の枝では、 刺しの数が少なく、葉先のみ尖るが、円はしばしば全円となる。葉は個性する。死有一種。花は中梅毛、小型で花びらは白く4枚ある。果実は、計6から10ミリメートルの角化で赤く熟し、4個の種子を含む。晩秋にこなすが、非常に苦いので、冬の間も鳥に食べられることは少ない。冬になる赤い実が美しく、 クリスマスの装飾の定番としても使われる。英語名からホーリーとも呼ばれるが、ホーリーは、餅の貴族の総称としても使われるので、区別するためにヨーロピアンホーリー、イングリッシュホーリーとも言う、常緑で真冬に目立つ赤い実をつけることから、ヨーロッパでは、キリスト教以前にもドルイドにより、聖木とされた。また古代ローマでは、サトゥルヌスの木とされ、サートゥルナーリア祭り。 農人祭で、知り合いへの贈り物と一緒に、西洋ヒイラギの枝を添え渡していたものを、その直後にあたる12月25日の当時祭で、キリスト教徒が真似たため、後に、クリスマスに、月物の装飾となったと言われる。キリスト教では、キリストの足元から初めて生えた植物とされる。また、トゲトゲの葉や赤い実は、キリストの流した血と苦能を表す。そこから別名、キリストの死。 聖なる木とも呼ばれる。さらに花はミルクのように白いため、キリストの生誕と結びつき、樹皮は苦いので、キリストの受難を表すとされる。また、西洋ヒイラギは魔力があると信じられていて、キリスト教にもそのことが取り入れられ、同じく魔力を持つと信じられていたアイビーと共に、クリスマスの飾り付けに用いられる。悪魔や妖精がクリスマスの期間に悪いことをしないようにと、 民家、店、教会、墓地などに飾り付けられたと言われる。西洋ヒイラギ、またはそれをかたどった造花は、クリスマスの装飾に使われる。園芸用にも人気があり、黄色い実や棘のない葉など、多数の園芸品種が育成されている。ヨーロッパ以外でも、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドで栽培されたものが、野生化している。また、材は白く硬いので、細工物、 特にチェスのハックに使われる。類似種には、アメリカ原産のアメリカヒーラギモチ中国原産のヒーラギモチがあり、これらも、園芸、装飾用に用いられる。日本では特に、ヒーラギモチを用いることが多い。また、魔ヨけの植物は薬用にも優れていると考えられていて、ローマの博物学者プリニウスは、歯に塩を混ぜると関節炎に効き、赤い実は、これら、赤痢、 腸の病気に、また、血管組織を収縮させる、修炼剤になるとした。日本に、在来のヒイラギは、差しの出た葉の形がよく似ているので混同されやすいが、木製か木製属に属する種で、葉は耐性し、身が黒子色に熟す、全く別の植物である。ハーブの辞典、北野沢子2005年東京堂出版、遠藤希少、大塚光子、クリスマス生辞典社会思想者、 現代教養文庫、1989年11月30日、92から93ページ、ISBN 978から4から390113175、ありがとうございます。